こんにちは、グラブル TCG 担当です。こんにちは、ゆうて広報担当ののどぐろです。はい、今回は、第2弾闇との開口の水属性のデッキと風属性のデッキを使用して、対戦動画を撮ってみました。はいはい、まあ、第1弾結構テクニカルで難しいなって言われた風が、まあ、2弾加入でどうなったかっていうところですかね。はいはいはい、そうですね。では早速動画の方に行ってみましょう。はい、じゃあ準備開始で、まあ、何事もなかったかのように私が先行を取って、うん、ハンドチェック、うん、はい、はい、何事もなかったかのように、うん、マリガン、これマリガンが、はいはい、まあ、風を正直そんなに1段の時回さなかったので、はいはい、まあ、どうしようかなっていうところで、まあ、一応そのランク 1,2,3 で動きが、まあ、各ターンの動きが保証されてたんで、うんうん、まあ、キープしようかなみたいな感じでやったところですね。まあ、これどうだったんだろうな。風は、まあ、結構その新しく加入したガウェインが耐久型みたいなカードなんで、そこにたどり着いて耐えつつ耐えつつみたいな話なのかなと思ってたんで、ちょっとガウェインがそもそもないの微妙なのかなと思いつつも思いつつもキープってところですね。なるほど、うん、風のデッキに関してはまあ元々あった一段のメーテラだとか、まあ、今回入ってまあ、ペトラもそうですけど、はいはい、まあ、そういったカードが、まあ、風の中では特色が出てると言いますか、うんうんうん、特色出てる上で強力なカードになっているので、まあ、ガウェインに限らずですね、まあ、そこはどんどん引いていってもいいのではないかなと、はいはい、まあ、ドロー任せにしてもいいのではないかなと思います。あとグラブル TCG ってあの2ドローなんで、そこはガンガン引けると思います。はい、でここで1段目からまあ動きがこのセレフィラさんでミムルメモルさんをサーチできるっていうところで、はい、ちょっとこれ事前に担当さんからいろいろ聞いてて、ランク1のカードを積極的に山に戻していって、まあ、クリスティーナのサーチ効果そうですねでを使ってハンドを増やしていこうっていうところですね。でその、まあ、教えてもらった通りに動いたっていうところですね。はい、で、はい、私のターンですね。でシルバーですね、うん、ランク1のシルバーで A アタックして、まあ保証石1枚だけでいいので、まあ、寝かせることで奥義を使わずに発動できる効果ですね、はいはいはい、まあ、1段目から奥義を使ってダメージを与えていけるっていうのは強力な効果だと思います。これは強いですね。セレフィラの効果で、まあ、1人こう返り討ちにできるんですけど、はいはいはい、それでもなんかこう奥義ゲージ3とかをこう無料じゃないにしても稼がれちゃってたんで、まあまあ削られて恐ろしい1ターン目だったなっていうところでターンを返してもらって、まあ、ここで早速何をすればいいんだろうなっていうところで迷ってる感じなんですけど、まあ、水はその全体を除去してくるカードっていうのがあんまりないので、そうですね、ほとんどないですね。ちょっとバシバシ並べてパンチしていきたいなって力んじゃった結果このランクを超えるっていう。ああ、はい、あ、基本的にのどぐろさんが好きだったのが土属性の。そうなんですよね。もう2ターン目ってもう本当にそうですね、アルルメイヤ出してもう放射石3枚になってる気でいるんですよね、きっと。そうそうなんですよ。まあまあまあ、まあ、気を取り直して1-1で出し直しましたと、はいはい、いうところで、ここでバシバシアーマーを削ってって、この時点でだいぶこれ優勢なんじゃないとか思って、あんまりそのアーマーを序盤から削るっていうデッキを使ったことがなかったんで、ああなるほどなるほど、もう勝ったなみたいに思ってたんですがそうですね、アーマー4枚までは手札だと考えますからね私はここでマキュラをめくられて、そうですね、マキュラマリウスめくれて5点ダメージとバウンス効果が発動しますね。このバウンスが恐ろしい。そうですね、デッキトップっていうのも強いですよね、やっぱり、うんうん、普通に手札に戻るだけでなく、そうなんですよね、デッキトップだと、まあ、今まで見えたカード1枚、まあ、ドロー2ドローのうち1枚が固定されてしまう、うんうんうん、本来だったら2枚掘れるところを1枚しか掘れないっていうの強い部分ではありますね。はい、で一応そのアーマーを、まあ、普段ならアーマー結構ガリガリ削らせちゃうんですけど、はいはい、水はそのさっきのマキュラマリウスの効果でこう最後の1枚の団員をこうそうです、ね、バウンスして殴れたりとかしてっていうので、まあラッキーで終わることも
あるんですよね、まあ、水のデッキっていうのは。そうね、マキラマリウスに限りっていうところですかね、うんうんうん、まあ、ちょっとそのプレッシャーが強すぎて、あーまあ明け渡したくないなっていうことで今台の補充で、まあ、一応はもう守ってるという感じですね。はいはい。でまあ、私はイオとシャルロッテ、まあ、こちらは両方とも第1弾のカードですね。シャルロッテが、味方の団員の枚数が相手の団員の枚数以上の場合ダメージを受けるダメージを全てマイナス2するという効果なので、はいはい、まあ、シャルロッテを出しながらカードを並べて、先頭に入って相手を倒してターンを明け渡して従前な守りを固めるというような形で動いていきたいというところですね。シャルロッテ上限シャルロッテ、はい、上限解放とイオの硬さね。そうですね。イオがもともとランク1で HP4 あるっていうのがもう結構高めの数字なので、アナと落ちたけど抜けないっていうこれはびっくりしましたね。イオの4点にダメージマイナス2がついて、まあ、実質6点まで与えないといけないので両方とも戦闘不能にならないっていう。これね、どうしようかなと思って、はいはい、一応手元にアナトがむちゃむちゃあるんで、これでなんとかしてちょっとあの盤面は崩したいなっていうところなんですけど、うんうん、まあ、5点しか与えられない召喚石なんで、はいはい、どうしようかなっていうところで、まあ、なんとかこのダメージプラスの効果をうまく使いながらどかしていきたいなっていうところで考えてましたね。はいはい、団長で、この手元にあったペトラの、はいはい、火か水か土か風属性の味方が与えるダメージ全てにプラス1するっていうので、うんうん、なんとかできるんじゃないかっていろいろ考えてたんですけど、うんうん、よく考えたら召喚石にはこれ乗らないんじゃねって思って、はいはいはい、そうですね。これの場合味方っていう言葉ですね。味方っていう言葉は団長エリアと団員エリアで登場しているカードに対してが味方と呼ばれる、なるほど、なのでそちらに対してはプラス1の効果が乗るんですけれども、まあアシスト効果だったり手札からの召喚石だったりっていうところには乗らない効果になっているので、うんうんうん、まあ、こちらは注意が必要ですね。まあ、アルカナソードに救われたなっていう感じです。そうですね、アルカナソードでしたら大丈夫です。これ盤面崩せなかったら相当不利だよねそうですね、このままカードが並んで並ぶともう3枚並んじゃう、水の場合は3枚並んじゃうと、まあ、シャルロッテをどかさない限りはマイナス2の効果はずっと続くので、うんうんうん、まあまあここは崩していかないと相当辛くなってしまいますね。まあ、九死に一生を得たということでアナと様々ですよ。アナとそうですね、団長とアナとで削っていきますね。なんとか削って、はい、ここは並べるのかランク3を出すのか、まあ、ここは悩みどころですよね。まあ、水属性の相手に対しては自分もカード並べて、うんうん、まあ、先ほどのシャルロッテだったりランク3のアルタイルの効果だったりをまあ、消していきたいので、そうなんですよね。ランク3か、一応保証石2残ってるので、まあ、団長も寝かせれるしっていうところで、まあ、メーテラー、メーテラーですね。で扇が6、ちょうど6溜まってるのかな、3と3使って、あ、そうですね、うんうん、通していきますよと。3と2か、3と2、あ、3と2ですかね、うんうん、で5枚、はいはい、まあ今ランク2の団長なんで5枚あれば十分通せるだろうというところですね。でまあ団員の補充でも、まあ、そんなもうカチカチのはまだ出てこないだろうという、そうですね、召喚石2枚しかないので、で何が出てるんでしょうね本当にこれこれさっきの、まあ、力んじゃった系で、そうですね、私の方ですね撮影がまだ朝早かったのでちょっと寝ぼけてますねぼんやりぼんやりしてぼんやりと、でターンを渡して寝かせましたと。そうですね、やっぱりこの効果は強いですね、うんうん、アタック面が1面減らせるのと、これは強いね。まあホークアイとかの団長だった場合はやっぱりアタックして戦闘不能にしないと効果発動できないので、まあ、そういったところを潰していけるのはやっぱりいいかですね、うんうんうん、っていうところで第2弾の水属性の目玉カードの1枚を登場させていきます、はい、シルバーですね、これね、はい、アタック時に召喚石、報奨石ですね、報奨石を2枚レストさせることによって相手のアーマー1枚をデッキの上に置く、とんでもない、はい破壊ですらないっていうのがね、
そうですね、台の補充はできない、手札は増えないっていう、とんでもない効果ですよね。しかもこのアーマー別にこっちも公開されないから、謎の X がデッキトップに戻るっていうこのね、からの扇ゲージ裏向きでしょ、6枚ノーコストで、まあ、この1枚で2面プラスアーマー1枚を持っていくっていう恐ろしい、強いカードですね。今トップに戻してもらったカードがガウェインだったのかな、まあ、ラッキー、それはラッキーというか、はいはい、あのシルバーを、まあ、あのシルバーを崩すのは簡単なんですけども、うん、それよりもまあ着々とアーマーが減ってるのがね、さっきのマケラ・マリウスの一件もあるので、かなり不安っていうところですね。もうシルバーは出て先頭に入ってしまえばその時点でアーマー1枚がめくれてしまうので、めくれないめくれ減ってくので、減ってく、あ、そうですね、普段は先頭してそのアーマーが出たり手札に加えてたり、まあ、めくれるっていう言葉遣いしますけど、うん、めくれないですからね、めくれない、このシルバーこれ強いよね。トリガーもまあもともと発動する予定だったとこにあったとしても発動しない、そうですねっていうところもあるのでところでガウェインですかね。ガウェイン、まあ噂のガウェイン、これが、まあ、ターン1回相手の宝鐘石1枚選んでレストにするをコストとして、はいはい、まあ、相手の第1枚までを選び6ダメ、自分のアーマーがないなら8ダメ、はいはい、まあ、凄まじいですよねこれね。登場時効果ではないとはいえ、ね、まあ、結構頼れるダメージ、うん、あとは風属性の味方が受けるダメージ全てにマイナス2する、これが本当に強力、うん、そうですね、それが本当に強力ですね。まあ、ガウェイン自身のHP が7あることもあって、ね、9点のダメージなかなか難しいんですよね。奥義を絶対に込みにしないといけないしっていうところと、これヒットポイント7でアタック6って結構破格の、そうですね、相当ステータスが高いですね、うん、あ、これとなんか並んだら、まあ、かなりいやらしい盤面になりますね。はい、そうですね、ガウェインと、まあ、例えばメーテラだったり、まあ、そこだと6ターン目とかまで、はいはい、必要になってしまうんですけれども、うんうん、団長を寝かせられたり、まあ、全体レストにしてる相手に5点ダメージ与えたりっていうのは相当嫌な効果ですね。はい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 、まあ、このガビン上限解放とかの盤面、まあ、作れたらとんでもない。そうですね、9点11点ですか、11点必要になるワンちゃん割られないで帰ってくるまである。それありますね、十分あります。11点っていうのはなかなかなんですけれども、うん、はい、まともやランクさんのシルバー、はい、まあ、彼女に限っては11点軽く超えてきますからね。ハンドにもう1枚持ってるしシルバーだらけでした。2枚、もう2枚割られるの確定してしまったこの時点で。そして割られないんですよね。お、あや、表現の仕方の話です。はいはい、あ、割られない、割られない、あ、まあ、割られない、割られれば減らされる、減らされるんです、減らされる、単純に減らされるんで恐ろしいな。原作でもシルバーなんか実質10点集みたいなこと言われてますね。そうですね、実質10点集ですよこれ。もうボタンを押せば奥義発動できて、その奥義の火力の底上げもできてって、うん、強い強い。ここでまたもう奥義ゲージとんでもない量あるので、ね、そうですね、今カウンターステップでガウィンの効果でシルバー自体が退場させられてしまったんですけれども、アタック時にアーマー1枚を減らすので、うんうん、まあ、退場させられてもアーマーは減らしていくよっていうのは、減らしていくよ、とてつもないですね。減らしていくし奥義も残していくので、チェインバーストのダメージは乗っかると、まあ、誰か他の団員団長がアタックした状態であればもう6枚超えますからね、チェインバーストのダメージが、うんうんうん、いやー、さもじ、ここもアーマーを守りたい気持ちはめっちゃあったんですけど、ランク3のペトラを効果も発動せずに犠牲にしてまですることなのか、うん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 、と思った時に、まあ、アーマーを差し出しましたと、はいはい、なるほど、いうところで、また空振るのかなこれ、セレン、セレンですね、5ダメージを与える、相手の第1枚までを選んでベスト、で、まあ、普段であればそのダークフェンサーでマイナス1してるのでここは突破できる予定なんですけども、そうですね、アルタイル自身が、まあ、相手の団員以上の枚数あるのでプラス2されていて突破できないという形ですね。恐ろしい、まあ、しょうがないので、ここも結
構悩んだんですよね。ハンド確認させてもらって担当さんのハンドが4枚っていうところで、はいはい、まあ、ほぼほぼ抜きこのターンで終わりきらないので、まあ、クリスティーナの効果でハンドを増やして会社のターンをしっかり見なきゃいけないかなとも思いつつも、はいはい、まあターン返したらほぼほぼ負けるだろうなっていうところもあり、ペトラを上限解放して固くしてなんとか耐えるとかそんな感じなのかな。まあ、あとネッツァワルピリですか。ネッツァワルピリ、まあ、ランク1のカードですけども、まあ、効果発動することによってアタック5まで上げることができますね、うん、できると、まあ、優秀な数のアタッカーだと思います。はいはいはい、あここは行きでペトラの効果を使ってるけど、ね、返しを見るなら使わずに登場した時に使ってもよかったかもしれない。そうですね、上限解放でなく取っといて台の補充の時に、うんうん、まあ、レストの台なんで。そうなんですよね。そうですね、もうアタックが待ってるんで、そこがね、まあ、そこは考えどころですね、うんうん、結構まあレストのっていう一文によってかなり八角の効果になっていて、はいはい、まあ、台に全てを選んで3ダメージ、はい、自分の火か水か土か風の放射石がある場合、はい、その属性一種につき与えるダメージにプラス2、はい、で火か水か土か風属性の味方が与えるダメージ全てにプラス2 はいはいはい、7ダメ、うん、7ダメージです、ね、7ダメージ確定でも7ダメージが出るのですごいねすごいですよこれはこれすごいね。そう、7ダメってまあアレーティア伸びきった石が伸びきった後のアレーティアみたいな感じ、まあね、はいはいはい、ですかね。まあ、7体あれば大抵のカードを超えられますからねって今言おうとしたら、今ガウェインっていうカードを使ってますね。確かに確かに、そうですね、そこも強いですね。ガウェインは9点までいかないといけない、うん、はい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 。ではテキスト確認ですね。ちょっとこのペトラの効果が登場時とか上限解放時なのか、うん、カウンターステップに打てるのかってところちょっと確認したかったので、はい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 、ってところを確認して3面並べる登場時だけでエジェリーとかがいるのがね、もう死を確定させてきてるんだよね。エジェリーと、まあ、シルバーの効果、まあ、シルバーっていうカードがもう本当に相性いいですね。これね、確かに確かに、アーマーがある時にそうですね、シルバーが出て、うんうん、エジェリーが出てっていう状態になれば、まあ、アタック時そうですね、ターン1回っていう制限がないので、うんうん、保証石さえあればアタックしてアマ1枚減らす、エジェリー立てて、ま、減らすっていうことも、まあ、できるんですけど、保証石6枚必要なので、うんうんうん、まあ、長期戦になってアーマーが残るような状態になるような相手であれば相当、うん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 、まあ、単純に最後は12点のアタッカーが2回殴るっていうのが強いですよね。はい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 、まあ、ここは耐えきれずに負け、はいはい、アタックしていって終了ですね。で終了、まあ、バーストするまでもないというところですか。はい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 、はい、というわけで、はい、闇との開口の風属性対水属性は、はい、まあ、水属性勝利というところで、どうでしょう、2段が入って水属性は、うんうん、まあ、シルバの加入、まあ、そうですね、 G のカード、うん、グランデのカードがまあシルバしかないっていうのもあるんですけれども、はいはい、まあ、まあ1枚で十分でしょっていうようなパワーのカードだとは思いますねはい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 、まあ相手しててもね、もうプレッシャーというか本当にっていう、そうですね、このテキストなんか読み間違えてないかなっていう思っちゃうような、アタック時に相手のアーマー1枚までを選び、デッキの上に置く何か間違ってないかなって思いながら読んで、その後にアタック時このカードの奥義をゲージを表裏向きにせず発動する、うん、奥義を発動した場合デッキの上から6枚までを奥義ゲージに置く、何か間違ってないかな、コスト必要じゃないかなとか確認しながらまあアタックプラス6っていうのもね、そうですね、奥義の効果がアタックプラス6、うん、なので元と合わせて12点、はいはいはい、12点、はい、12点。まあ、動画だとその今までの第一戦級で活躍してたランスロットは登場せずにも詰め切ったっていうところで、そうですね、水属性のデッキって基本的にランスロットが登場して、まあ終盤に何回もランスロットが
戦闘して詰めるみたいな展開が多かったと思うんですけれども、うんうん、まあそのランスロットも登場せずにシルバーだけで詰め切ってしまったような感じではありますね。はいはい、まあ、ランスロットプランでも勝てるしシルバープランでも勝てる。そうですね、基本的に、まあ、アルタイルで補助してランスロットとシルバーで戦闘していくって、うんうん、まあ、こういうところは原作に似通っていて面白いなとは思いますね。はい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 、まあ、だいぶいろんな動きができるようになったっていうところですね。はい、はい、でまあ風の方なんですけど、はいはいはい、風は相当戦力強化されたなという感触ですね。まあ、まずそのダークフェンサーで、メテラの5ダメージが、まあ、6ダメージ、実質6ダメージみたいなところで、まあ、ランク3に対して通るようになったのがまず一つ大きいかなっていうところ。アルトとかもそうですよね。あ、そうそうそうなんですよね。その辺のかゆいところに手が届かなかった5ダメージっていうのが実用的な数字になったというところ、うん、プラス、まあ、ペトラとガフィンガーもなんかこれもね何回も私テキスト読んじゃうんですけどまあ恵まれたテキストとスペックをもらって、そうですね、今まで風が苦手だった全体除去っていうところがペトラでも強化されているし、はいはい、まあ、ガウェインで耐久性も上がって、よりその相手をレストにしながら耐久していくっていうテーマが強化されたのかなっていうところですかね、うんうん、そうですよね、うん、やっぱりガウェインとかもその6点ダメージ与えられるっていうところと、アーマーがなければ8点ダメージっていう大きいダメージを単体にカウンターステップで与えるっていうのも今まで風にはなかった効果なので、うんうんうん、うん、ですね。まあランク3の熱ワルピリが今回のレシピ入ってないんですけど、はいはいはい、まあ、熱はともいろいろ悩みながら共存したりもできるのかな、そうですね、ランク3のカードそこまで多く入れられないので多分12枚とかから減らさないで、まあ、そこの枠を入れ替えていく形にはなると思うんですけれども、はいはいはい、まあ、熱ワルピリ自体もアタック高かったり、まあ、相手の報奨石をレストさせることによって、まあ、全部レストしていると12点彼も12点のダメージ叩き出したりするのでですね、まあ、全体火力がメーテラとペトラで被ってるのでここで迷いながら熱を入れてみたりしてもいいかもしれないですね。そうですね、まあ、レストに寄せていくのかダメージを飛ばしていく方にアタック寄りに寄せていくのかっていうところで悩んでもいいと思います。うんうん、はい、まあそんなところで、まあ、プールが増えて本当にいろいろ悩めて楽しい環境になったんじゃないかなと、ね、ね、思いますね。はい、はい、まあ、ぜひ皆さんも闇との開口入りのデッキいろいろ悩んで構築していただいて、こちらのグラブル TCG 遊んでもらえればなと思います。はい、はい、では今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。